今回はローグライクの金字塔、リスクオブレインのリマスター版、リスクオブレインリターンズをご紹介いたします。リスクオブレインリターンズではドット絵が一新されたほか、新ゲームモードプロビデンストライアルや新たなプレイヤブルキャラクターが追加されています。マルチプレイヤーモードも遊びやすくなり、以前のようにポート開放をせずともプレイが可能です。また操作方法もクラシック、モダン、リスクオブレイン2と3種類用意されています。ゲームの概要。本作は惑星ペトリコール5をアイテムを集めながら進んでいくローグライクアクションゲームです。プレイヤーは15名の生存者から1名を選んで惑星に降り立ちます。各ステージにはボスが出現するテレポーターが設置されており、これを起動してボスを倒すことで次のステージに移動できます。敵を倒して獲得した通貨でステージに点在する宝箱を開け、アイテムを入手しながら最終ステージのボスを目指しましょう。生存者はそれぞれ固有のスキルを持っており、条件を満たすことで新たな生存者が解放されていきます。リスクオブレインリターンズでは、生存者にカーソルを合わせることで解放条件を見ることができるので、ゲームを開始する前に確認しておきましょう。新ゲームモード、プロビデンストライアル。プロビデンストライアルでは、アイテムや生存者のスキルなどが解放できます。トライアルは本編と違い、特定の条件を満たすことでクリアとなります。例えばこのトライアルはコマンドのスキル、タクティカルスライドを使用して制限時間内にゴールにたどり着くのがクリア目標です。これをクリアすると報酬としてスキル、タクティカルスライドを獲得できます。スキルはゲーム開始前に付け替え可能で、自分のプレイスタイルに合わせて組み合わせてみましょう。トライアルは対応する生存者を解放していないとプレイできないので、本編で頑張って生存者を解放しましょう。新生存者のアンロック方法とスキル。ドリフターは攻撃やスキルでスクラップを生成し、それを消費してバッグからランダムな4つのアイテムを作り出します。アイテムは所持してから一定時間が経過すると消滅してしまいますが、それまでフィールドで拾ったアイテム同様に効果を発揮してくれます。また、マルチプレイでは作り出したアイテムを他のプレイヤーが入手することも可能です。スキルは貫通する4つのスクラップを投げたり、バッグをフルスイングして敵を気絶させたりと、遠近ともに隙がない構成になっています。また、スキル窒息は体力が 20% を切った敵を即座に倒しスクラップに変換します。ドリフターは一度のプレイでドローンを6台リサイクル機にかけると解放できます。パイロットはパラシュートの機動性と安全圏からの高 DPS で安定した立ち回りが魅力のキャラクターです。スキル、ターゲット補足は斜め上に射撃を行い敵をノックバックさせます。また自身が上空にいる時は斜め下に射撃を行います。スキル、空爆も自身を無敵化し複数回起動する地雷を設置するので使い勝手も抜群です。個人的にアーティファクトやログブックの獲得を目指すならパイロットは最適だと思います。パイロットはモンスターログを15個入手すると解放されます。ルールとアーティファクト。本作からゲーム開始前に設定できるルールが追加されました。ルールはモダンのままがおすすめですが、ゲームクリアまでいけない場合は、強さ項目の付与ダメージと破ダメージを調節すると快適にプレイできるかと思います。また、リスクオブレインリターンズで新たに追加された機能をオフにすることも可能です。アーティファクトは14種類実装されています。こちらもゲーム開始前に有効化することで様々な効果を発揮してくれます。例えば、支配のアーティファクトは拾ったアイテムを任意のものに変更できるというものです。支配のアーティファクトは4ステージ目の無数の巣で右上の点滅するロープを渡った先で解放可能です。こちらのアーティファクトは特定の生存者やアイテムを解放する際に重宝するので、ぜひ入手してみてください。ということで、今回はリスクオブレインリターンズをご紹介しました。本作、プロビデンストライアルや新バイオームなど、追加された要素が非常に多いので、リスクオブレインをプレイ済みの方でも新鮮な気持ちでプレイできると思います。この動画が購入を迷っている方の検討材料になれば幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。